ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。はじめまして、うぷ主です。フォーパトナチャンネルに。ようこそ。まず言わせてもらっていい？私も言いたいぜ。主邪魔だ。すみません。つい張り切ってしまって。ここでいいですか？うむ、それでよし。これで私たちの可愛い顔を、視聴者さんに見てもらえるぜ。僕が主役なのに。それにあんたらもデカすぎだろ。何か言った？いえ、それで何をすると良いでしょうか？このフォーパトナチャンネルが、フォーパトナチャンネルって言うと長いね。じゃあフォパちゃんにしよう。このフォパちゃんが、どういうチャンネルなのか紹介してもらおう。では、概要欄に書いてありますが、これって実際使ってみるとどうなの？とか、やってみるとどうなの？とか、そういうことを試していくチャンネルにしようかと思います。それって例えば、どの風邪薬が一番効くとか、デスソースを一気飲みしたらどうなるとかやるのか？そういった見た目ではわかりにくいことや、体に害があったり危険があることはしませんが、方向性はそういうことです。ん？なんとなくはわかったが、視聴者さんは理解してくれただろうか？主って説明することや、思っていることを伝えるのが、めっちゃ下手なんだよね。すみません。それで最初は何をするのか決めているのか？はい、現在とある商品の使用中でして、それを使ってみたという動画を上げようかと。それで一発目から申し訳ないのですが、実はこの商品を2ヶ月くらい前から試しているのですが、最近これをネタにした動画作りをしようと思ったので、その前の写真などの記録はないのです。でもぶっちゃけ大きな変化がなかったので問題はないのですが。詳しくはその動画を見てくれるとわかるんだね。はい。なるほどな。他にこういうのやりたいとかあれば教えてくれ。そうですね。これはまだやるかわかりませんが、僕、料理経験がほとんどゼロなんですよ。そんな人が何も見たり聞いたりしないで、感覚で料理をしたら、果たしてどんなものができるのか。なんてこともやってみたいなとか考えています。それってどんなにまずくても、ちゃんと食べきらないとダメだからね。はい、なので全部食べきるまでを、動画にしようと思います。そうだな。そこまでしないと面白くないもんな。まあ、奇跡的に美味しいものができて、オリジナルレシピ動画というのもいいですね。では最後に、自己紹介的なことをします。あ、それは私たちがしてあげるね。任せろだぜ。じゃあお願いします。すごく不安だけど。まずは、年齢が30代で男。いいおっさんだな。とても視野深く、ただの心配性だな。何を決めるにもしっかりと考えて、優柔不断で決断力がないから決められないだけだろ。口数が少なくおとなしい。どうせ喋っても滑舌が悪すぎて伝わらないしな。何かお願いされれば断りをせず。ノーが言えないイエスマン。いわゆる丸い性格の人だね。臆病なだけだぜ。合っているだけに何も言えない。好きな動画は、ゆっくり実況やゆっくり解説の他に、ボイスロイド系も好きだよな。いつかあの子たちと一緒に出たいぜ。主の編集力が上がってきたらやってほしいね。あとはゲーム実況や紹介、ゲーセン系なんかも見てるな。UFO キャッチャーとか1000円ガチャとかメダルゲームとか。そういったのも好きで見てるね。さて、主の紹介はこれくらいにしておくか。二人ともありがとうございます。それでは、皆さんに楽しんでいただけるような動画を、少しでも多く作っていきたいです。慣れるまで不定期配信となりますが、まずは週に1本上げられるようになることを目指し頑張ります。応援してくれる方、チャンネル登録と、高評価を、よろしくお願いします。すぐ調子に乗るんだから、まったくだぜ。あ、次回からは私たちはこのサイズになります。さすがに大きすぎたからな。それでは。またねー。